なんで老人は老人ホームに行きたがるのか、それにしがみつかなくちゃいけないっていうすごい幻想を抱いて生きてるんだと思うんですよ。社会保障制度についてですね、ちょっと成田さんがこうした、提案をしています。高齢者は老害化する前に集団自決、集団切腹みたいなことをすればいいと。まあ、単純に普通の言葉で言えば世代交代みたいな話を、なんかもっともっと真剣に考えた方がいいんじゃないかなっていう気がして、ご高齢でコミュニケーションが例えば全然まずい人が普通に面接とかに来たら多分落とされちゃうじゃないですか、はい、だけどそれと同じような感じの人たちが普通にものすごく偉いポジションにつき続けて、でしかもなんか僕たちもそれはしょうがないことって、そういう国なんだっていうふうに認めちゃってる気がして、諦め始めちゃってるような気がするんですよね。ちょっともう一度それの異常さに直面する、でなんかそういうちょっと やばいあの老人たちっていうのに対して圧をかけていくっていうか、あの心の底から軽蔑している感じとかを出していくっていうのがもっと重要なんじゃないかなと思ってて、はい、一番やばいと思うのはその老人たちじゃなくて、むしろその老人たちの周りを囲んでる人たちとか、はい、僕たちとかが結構表面上その人たちを尊敬しているような雰囲気を醸し出すっていう癖がものすごくあって、はいはい、これ結構その集団自決みたいな、そのそういう高齢者ってこう退いた方がいい人たちの主体性を促すようなあのことだと思うんですけど、多分それってその人たちって多分自分たちからが邪魔というか、退いた方がいいことを気づいてないか、あるいは気づいてるけどその退かないみたいなことだと思って、それはなんか僕たちの世代にとっての問題でもあると思うんですけど、うん、それにしがみつかなくちゃいけないっていうすごい幻想を抱いて生きてるんだと思うんですよ。で別にそれを退いたからって言って人間として終わるわけでも何でもないっていうことに僕たちは気づいて、それをどう実行できるかっていうことが大事なんですね。まあ、なんかそれももうなんか準備が必要なんだと思うんですね。そうなんですよ。だからどこどこ会社のサラリーマン一生続けるわけじゃないので、いつかは定年退職するわけだし、それまでその付き合ってくれてた友達と思ってた人たちは別に友達ではなくただの仕事仲間だったっていう、だから仕事がなくなったら誰も相手にしてくんない、そこからもなんか見下り犯を突きつけられ、居場所がなくなってボケていくっていうストーリーなんで、僕すっごい不思議なのはなんで老人は老人ホームに押し込ん行きたがるのか、いろんな世代の人たちと仲良くするようなコミュニティっていうものが作られなければいけないんだけど、さっきの国民国家の話に戻りますが、軍隊に入れるために義務教育をやってるので、それが全部サラリーマン社会にも全部受け継がれていて、ああいうコミュニティに属すっていう形でしか、なんか生きられない人生をずっと送ってくると、どっかにその箱とか建物的なものが欲しくなっちゃう。だからずっと同世代とつるむってことなんですよ。それが不自然だって言ってるんですよ。別になんか30歳年下の人とつるんでてもいいじゃんっていうことがほとんどないでしょう。これ成田さん、まさに解決策の一歩みたいなところってどこにあるんでしょうかね。いやでもこれもう一つの側面があると思っていて、はい、安楽死みたいな問題がやっぱりすごく重要になってくると思うんですよ、はい、話としては安楽死の強制みたいな話も議論に出てくると思うんですよね、はい、でそういう問題、今の日本社会ってあのもう見て見ぬふりをし続けていて、でそれに簡単に言及できるのって麻生太郎さんみたいなちょっと宇宙人系の人だけっていう感じになってると思うんですよね。だそういうものはもっと直接的に議論できるような状況を雰囲気を作ろうっていうのが言いたいことだ。